こんにちは、Rです。さあ、冒頭ご覧いただいたのは、2月18日に一番最初にスプラトゥーン3の情報が来た時のものなんですけれども、この時のやつと9月24日の任天堂ダイレクトで会った時に、なんかね、ちょっと違和感があるなーってずーっと思ってたんですけど、もしかしたらと思って見直してみたら、あることに気がついたので、ちょっとご紹介しようと思います。まず、2月28日の時点では、ガールのイカちゃんのね、眉毛ちょっと見てほしいんですけど、眉毛にね、ラインが入ってるんですよ。ね。で、こういう風に髪型を変えたとしても、ラインが入ってるままなんで、なんか、その、ガールはラインが入ってるのかな、みたいな感じがあったんですよね。で、こういう風にボーイとかはね、ラインがなくて、しっかりした太い眉毛みたいな感じになってて、で、ガールになると、やっぱこの子可愛いな。ね、ラインが入ってるというね。で、この戦いのところも、入ってたりするんですけれどもね。これがですね、実は9月24日のムービーではですね、ラインが入ってるところが唯一一箇所しかないんですよ。で、この、まあ、最初のイカスポーンの上に乗ってるとこ、多分これもね、こっちの弓持ってる子も入ってないんじゃないかなと思うんですよね、ラインが。で、こう喋って、おお、サングラス何個かけたのこの人。もう、眉毛のことなんかどうでもよくなってきたわ。君は何個目があるんだ。上限の1みたいな感じかな。ね、眉毛見たときに、ほら、ガールでしょ？この子ガールなんじゃけど、眉毛がね、ラインが入ってない。で、この子ね、ボーイかガールかよくわからんけど、この眉毛的に、こういう細い眉毛なのにラインが入ってないっていうね。不思議なことになってるんですよね。で、唯一、その、9月24日でラインが入ってるっていうのがヒーローモードのところの武器を見せるところ。ほら。ここは例の片三つ編みちゃんの、ここにね、ちゃんとしたラインが入ってるんですよね。なんだろう。で、まあ、このドット絵。一瞬出てくるドット絵にもちゃんとラインが入ってるんで、まあ、ラインがあるっていうのが普通かなと思いつつ見てたんですけどね。でもないところもあるんですよ。ヒーローモードの紹介でもね。これ謎。ツイッターでその映像以外の写真っていうのが上げられてるんですけれども、それがね、見てください。これ意図的に、じゃじゃん。ほら、眉毛隠してるんですよ。こんなことする？こんなことします？普通。まだ他にもあって、ほら、これとか、ね、こっちの眉毛だけ見えん。ねえ、これ見えてるけど、紙で、どうなっとんかね。か、消えとんかな。でね、これね、完全に隠してるもんね。こいつはもともと眉毛が見えんしよう。で、ほら、これ9月の分なんですけど、女の子だよね。でも、切れてないんですよね。で、しかもこれ、これおかしくないですか？ほら、ヒーローモードのスーツの紹介なんですけれども、両方とも眉毛切れてないんですよ。ラインが入ってないんですよ。これ、なんかおかしいなと思って。でも、さっきのね、武器を見せるところではちゃんとラインが入っとったりするんですよね。で、このヒーローモードのイラストっていうのにもしっかりラインが入ってます。何なんだろう。7月ぐらいに任天堂さんのスプラトゥーンのね、公式ツイッターで上げられたイラストなんですけれども、そこではちゃんとほら、ラインが入ってて、しかも見てください、この、こっちのガールにもラインが入ってるっていう状態。あれ？あ、待てよ。今思ったけど、イカのガールだけラインが入っとんかもしれん。ほら、これタコちゃんガール入ってないもんね。で、ボーイも入ってない。え、そういう見方でちょっと見てみよっか。ってなると、でも、このヒーローモード、これイカちゃんだよな。吸盤が裏にあるけど、イカちゃんだけど入ってないね。謎が深まってきたぞ。いや、最初に思ったのが、最初のプロモでラインが入ってて、後からの、9月の分で、
亡くなってたんで、もしかしたらねボツになったのかなって思ったんですよ。その LINE がね、その片方だけに LINE が入ってる、まあ何らかかの理由でもう LINE はやめようってなったのかなと思ったんですけれども、でもなんかこっちのヒーローモードの立ち絵では入ってるしね、でそのヒーローモードのムービーの中にも入ってるところあるし、で謎なんですよね。じゃけイカのガールだけ入ってるかと思いきやここは入ってないとか、なかなかねこのね任天堂さんにしては統一されてない仕様になってて、結構ここがね謎なんですよね。はい、という感じで結構ね統一されてない仕様になっておりまして、いくつか仮説を立ててみたんですけど、まあ一つがその LINE を入れるのはやめようってなった説、ボツになった説で、それでまあボツになったけ2回目のプロモではなくなったよ、でもちょっとねちょっとだけチェックミスであったよみたいなでもう一つは選べる説、その LINE を入れますかどうですかみたいな、目の色とか結構細かく変えれるじゃないですか、それと同じような感じでね眉毛を LINE 入れますかどうですかみたいなところも選べるのかなと。でもこれちょっとね僕可能性は低いと思ってて、もし入れれるんだったらそのボーイの方にも LINE 入りの子を映すはずじゃないですか。まあね映すはずっていうか、まあ映さんでもいいんですけど、映しとったらああまあ選べるんだなみたいなね感じがするんですけど、で最後はこうストーリーに絡んでくるんじゃないか説で、そのヒーローモードをやってある程度進むと何らかのイベントがあってバシュッとねメニューにね LINE が入るのかなっていうね、眉毛か。あでもこれも結構可能性薄いな。だってそしたらこれが説明つかもね、この写真が。ヒーローモードの主人公、新3号か。新3号にこう、LINE が入ってるのは、まあ、ストーリー上あり得るじゃないですか。ただ、この子。多分ね、この子にも LINE が入ってるっていうところが、そのイベント上入るだったら、説明がつかないんですよね。というわけで、僕が立てた3つの仮説は全部ね、確定的な証拠がないんですけれども、これなんだと思いますか？なんでこんなことになったんだろうね。不思議。いやー、LINE 入っとった方がかっこいいけどね。オッケー、皆さんどう思いますか？眉毛の LINE。あと皆さん、眉毛に LINE 入れてますか？僕は入れてないです。なんかね、入れるの怖いよね。OK! じゃじゃん。高校路さん、ありがとうございます。あるさん、小ネタなのかわからないですけど、ジェットパックつけて歩いたら可愛いです。試してみてください。いつも応援しています。これからも頑張ってください。OK! やってみよう。ジェットパックでね、歩けるところがいくつかあるんですけども、ちょっと行ってみましょうか。D-09、酸っぱい思い出の教習所、クローズダイエット聞いてみましょう。ほら、ここ。ちょこ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 ちょっと浮いとるような感じ。これ真正面見えんのよね、こんな感じ可愛いような感じですね。ちょ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 、結構もうちょっと網目地帯歩いていってみようか。はい、ここですね、網目地帯。じゃん、ぴょーんぴょーんストーン、オッケー、ぴょーん。このとことこ歩く感じが可愛いよね。ちゃっ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 、前が見えんなぁ。パイーン。おぶねぇ。オッケー。よし、というわけで、ジャイロオフオクト行ってみましょう。ジャイロオフオクトとは、オクトをジャイロオフでクリアするという企画でございますね。今どこまで行ったかというと、順番にやっててね。スプラッシュ、これやったな。ここだね。運賃は経費で落とせ、タクシーチケットを駅、業務用インクリーナーを乗りこなしゴールせよ。行ってみよう。はい、ここはですね、どっちにすっかな。ラピブラにすっか。で、カメラオプションで、まあ、3ぐらいに落として、よし、行ってみましょう。300円、OK。ぴょーんとね。よし。OK、OK。あそこ寝たい。寝れない。あれ、えい、よし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 、ほら、オッケー、
パーン、よし。で、インクがない、インクがない。インクがない。うわ、当たんねえ。うわ、避けられる。よし、オッケー。なんだ。待てよ、あそこ。よし、濡れた。やばいやばいやばい。オッケー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 。あっちだよ。よし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 。いいぞ、クリーナー。あっち行くぞ。さあ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 。よし、じゃあな。オッケー、いい感じ。で？あれ？おうおうおう。お、勝手に倒してくれた。ラッキー。で？あ、なんか見られたな。おいで。おいでよ。はい、おいで。よし。グッバー。あそこ塗ろう。塗って、よし。あいつら食べよう。食べていいぞ。よし。オッケーオッケー。よし。あのスナイパーやっとこう。スナイパーやっとけば。オッケー。オッケー。チュンチュン。で、あっちかな？あっちに行こうか。これ。わし、たまんのか。やばい。やばい。やばい。すぐそこまで来てた。うわ、なに？スナイパーにやられたか。よしよし。で、あそこ塗る。はい。お食べ。はい、お食べ。いた。はい、お食べ。が、よし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 。いいぞ、いいぞ。さあ、逃げるんじゃないぞ。うわ。やばい。落ちたら死ぬ。落ちたら死ぬぞ。オッケー。よし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 。おいで。よしよし。いい子だ、いい子だ。はい、こっちだよ。おいでおいでおいで。ほら、いい子だ。これも多分全員倒せば系よね。全員倒せば系で、あそこにいるやつを。よし。で、オッケー。よし。ジャンプポイント出ました。どこどこどこ？あそこ買う？どうやって行くのあれ。あ、あれ下げるんかな？あ、下がった下がった。そういうことね。オッケー。コロコロコロン、コロコロン。さあ、あっちに行けな。よしよしよし、いいぞいいぞ。餌をあげて、あー、散っちゃったな。はい、おいで。はい、ボムだよ。おいしいボムだよ。はい、あっちだ。よし。あー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 あああ、はい、あっち。オッケーオッケー。いいねいいね。はい、これこれこれ。うわ、いってーよー。嘘、あれ当たるんじゃん。あ、違うわ。ボム投げるときに人に戻った系だ。やば。オッケーオッケー。やべえ。うぅ。そら当たるわな。はい、コロ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 。よし。はい、コロ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 。はい、コロ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 。オッケーオッケー。ボム投げるときには注意しましょうね。はい、コロ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 。オッケーオッケー。よーし。で、バイン。オッケー。よし。オッケー。やば。どうしようかな。やべ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 。よし。戻るよ、ライドレール。で、どこに行けんだ？あれれれれれれれ？はい、おいで。はい、おいで。よし。これで。どこ？あ、あそこか。この、
レールに乗る。乗ってない。乗って。よし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 。いいよいいよいいよ。グッバグッバ。あいつだな。よし。やつを倒しておいて、ダッシュ版が乗ってますね、と。うわぁ、そっちじゃない。ああ、じゃあ立たない。ここのステージ難しいなぁ。こんなに。オッケー。いや、ここむずいよね。やつに乗れれば、これでいけるか。あ、そっち向くんかい、そっち向くんかい、くそ。へぇー。どうすんだ？オッケーオッケー。よしよし。ダッシュ版が乗ってますね。とりあえずあいつに乗りたいよな。こいつに乗る。よし。で、オッケー。わかった。なんか、一定間隔で回っとるな。ほら、ほら、オッケー。唐突に理解した。よし。ザッザッザー、ザッザッザッザー、オッケー。オッケー、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしておりますので、よろしくお願いします。じゃあねー。バイバーイ。